驚きます。どうしたうということでですね、驚く監視員のリアクションを最初に見せてから彼らが見てる風景ですね。目の前にモビルスーツの巨大な顔が現れて物アイがピカッと光る。で、その次の瞬間に、え可、ー、愛い悪がいアッガイがですね、短い手でですね、監視庁をバカーンと破壊してしまうわけですね。腰をかがめて片手で破壊するんですけどもですね、手足がみ、あの、短いのですね、なんか妙に可愛い,いんですよ。 で、破壊した後ですね、えー、後ろにいる後続の部隊に、やったよっていうふうに手を挙げて合図してますよね。監視庁を破壊した、もう安全という意味なんですよ。こういう合図は、ま、兵隊だったら当たり前だし、あと、ミノフスキー粒子があるのですね、無線が使えない。無線がもし使えたとしても、無線を傍受されてしまうのですね。合図する時はできるだけこういう体のアクションでやるというのは戦争問題当たり前なんですけども、この短い手足でやるので、妙に可愛くなっちゃうんですね。あの、同じようなポーズを、 フィギュアでやらせてみたんですけども、水中用のモビルスーツってですね、あの基本的に首がなかったんですよ。ゴッグにしてもズゴッグにしてもですね、首なかったんですけども、案外首があるのでですね、こう左右向けるんですね。で、これで左右向いて、こっち向いて、腰もちょっとひねりながら、やったよ、褒めて、みたいな感じで,ですね、手を振ってくれるのがですね、なんか妙に可愛いんですよね。 あえて言うならですね、まあ、あの、水中のモビルズってッくにしてもずックにしてもですね、首ない部分、肩が張っててですね、ちょっとマッチョな感じするんですけども、案外はですね、用途不明なんですよ。<laughs> 一体何用なのかが、あえて言うなら地中用でしょうね。地面の中を潜りるの,ので、モグラっぽいですね、なんか体型してるんですよね。首を回して腰までひねって手を上げて、やったよっていうふうからですね、なんか妙に可愛く見えちゃうんですけど。 この案外の可愛さっていうのはね、演出側の予想外なんでしょう。まさかこんなに可愛くなると思わなかったというところだと思います。